森永製菓株式会社は東京都港区に本社を置く日本の大手菓子製造業者。森永乳業とは兄弟会社の関係で同一敷地に本社を構えており森永グループを形成している。コーポレートメッセージは美味しく楽しく健やかに。1899年に創立された当時洋菓子と言われていたキャラメルなどを製造している老舗メーカーである。 トレードマークにエンゼルが使用されている。本社の最寄り駅は山手線及び京浜東北線の田町駅と都営地下鉄浅草線及び都営地下鉄三田線の三田駅。社名ロゴは、久しの上の、中が1になっている、旧字体を使用している。実は、ロゴだけではなく、同じ社の商品に記されている。 森永製菓お客様相談室の一文や製造者の欄にも同じ旧字体が使用されている。1986年7月に実施された CI の変更までは社名ロゴの株式会社の社もが示せの旧字体を用い、会も1960年代中期まで旧字体の会を使用した。ただし、登記上の称号は旧字体を使用していない。 森永製菓株式会社である。これは森永入業なども同様である。英文ロゴも1949年4月から1974年3月までは筆記体に近いタイプの森永を使用していたが、1974年4月から1986年6月までは、やや横長のゴシック体の大文字で森永に変更された。 1986年7月より、現在のエンゼルマークに変更されるとともに、時代も変更。エンゼルマークとのセット表記となり、マークのもに森永と表記されている。森永のライバルは、明治をはじめとする、明治グループである。森永と明治は、乳業と成果があり、設立時期が近く、成果と乳業の二部門間は、歴史的に似た経緯があり、かつ似た、 商品構成であるため、業績面でよく比較される。明治グループは2011年4月に事業再編を行い、明治製菓の食品部門が株式会社明治に統合され、医療用医薬品部門だけが残った、明治製菓が明治製菓ファルマと解消された。2017年2月24日に、兄弟会社である森永乳業との間で2018年4月をめどに、 持ち株会社形態で経営統合すると日本経済新聞により報じられた。仮に経営統合が実現すれば、明治グループに次ぐ規模の総合成果、乳業メーカーとなるところであったが、1ヶ月後に森永乳業との経営統合はさたやみとなってしまった。その後、2019年7月16日に共同通信が森永乳業が 森永製菓との経営統合を視野に諮問委員会の導入を検討していると報じた。森永製菓は即日経営統合や諮問委員会の導入を検討している事実はないと発表した。ビスケットやソフトキャンディの製造、販売を期間とする。森永ビスケットシリーズは知名度のある売り上げの高い商品。特にマリーやムーンライト、チョイスは基幹商品。 ハイチュウは、キャラメルの技術を生かした他社の追従を許さない、森永の売れ筋商品。グレープ味は一番人気。次に、キョロちゃんで知られる、チョコボールは、子供を中心に人気である。中でも、チョコボールシリーズを買い、一定の条件を満たした応募者全員に贈られる、おもちゃの缶詰キャンペーンは、貸し会社の検証の中でも歴史が古い。戦後日本で、女性が、 男性にチョコレートを贈るといったバレンタインの習慣が広まった期限の一つに森永聖火の宣伝がきっかけとなった説がある。詳しくはバレンタインデーを参照。食品事業部が担当。森永アイスクリームの販売用ケース冷化事業部が担当。聖火から発売されているもののみ列挙する。食品事業部が担当。ウィダー事業本部が担当製品 CM に出演している。 大田裕貴も同事業部に在籍していたヘルスケア事業部が担当天使の健康ブランドの健康補助食品を製造販売している通信販売のみほか、多数過去に発売された製品の一部は森永ミュージアムで閲覧可能チョコレート他ビスケット他キャラメル他キャンディ他スナックアイス森永アイスクリームの販売用ケース他飲料その他他 多数過去のキャラクター製品など、多数富士腰ビルにあった、ネオンサイン森永製菓鶴見工場、森永製菓中京工場台湾森永製菓本社、現在の CM2021 年7月以降の CM の最後に流れるサウンドロゴは、白バックに森永のロゴが映された状態で森永と女性が歌うもので、1995年から1999年にかけて使われた。 サウンドロゴを彷彿とさせる音程である。実に18年ぶりにリニューアルされた。同業の歌詞メーカーである江崎グリコ、明治、ロッテなどと並び、メインターゲットである10代から20代に支持のある旬のアイドル、歌手などを多数起用することで有名である。同社の CM から人気が爆発したタレントもおり、出演 CM に必ずそのタレントの歌う楽曲が使用されたりと、 芸能界からも登竜門的な CM として注目されている。テレビ CM は主に地上波全国放送で流れるが、一部、関東や東北などの地域で放送されるものもある。スペースシャワー TV、スーパー、ドラマ TV、アニマックス、キッズステーションなどといった CS 放送チャンネルで放送していることもある。近年では JR 東日本のトレインチャンネル向けにも、 CM を配信している。CM は森永製菓公式サイト、CM ギャラリー及び YouTube 公式チャンネルでも視聴可能。CM 出演タレントキャラクター過去の CMCM 最後の表示は1967年からピッポピッポのシグナル音とともに画面下隅もしくは文字や商品と被らない位置でエンゼルが振り向くアニメーションを使用していたが、 1986年のマーク変更とともにエンゼルマークがポピポとともにフラッシュされてアップされる方式となり商品の画とともに画面スペース半分のものもあったこの方式は1994年まで使われた以後シグナル音から出演タレントが森永と締める方式に変更された旧エンゼルマーク時代は CM 冒頭の隅部分にエンゼルが逆立ちしながら tm 文字を持つエンゼルマークを表示していた。旧エンゼル時代、チョコボールなど子供を対象とした製品の CM の最後のテロップは、ブルーバックに、ごちそうさまお口をきれいに、の産業メッセージとエンゼルのアニメーション、下部分に、企業スローガンである、美味しく楽しく健やかにが書かれていた。百八十四年十月十七日、関西地区は十月十日から数ヶ月間、グリコ、 森長事件の影響で2011年3月12日から4月上旬までの間は東日本大震災の影響で CM 放送を自粛した。2013年3月以前及び10月、2021年6月までのセンチメートルの最後に流れるサウンドロゴは黒バックにエンゼルが踊り森長の優しい歌声で締めるものだった。この声は シンガーソングライターの峠稽古である。ただし、チョコレートの CM では2007年から2009年まで、最後に、シンス1918森永チョコレートが表示されていた。ウィダーの CM では最後に黒バックに、ウィダーのロゴと、パワーユアライフのメッセージが流れた。2013年4月以降のサウンドロゴは冒頭に、森永と男性が歌うもので、真ん中に、 日本を元気にの表記、右に、大田裕樹の画像が流れた後 CM 本編に入る。過去の CM 出演タレントキャラクターは個人ほかほか、ほかほかほか、楽曲、エンゼルはいつでも、森永ブランド CM テレビ番組現在の提供番組過去の主な提供番組多,多数、ラジオ番組現在の提供番組ほか過去の提供番組ほかなど、多数公式スポンサーなどなど、 森永主催イベントなど多数など、CSR エンゼルはいつでもに関するカテゴリー。ありがとうございます。